か私のこと見つけてほしいな。うわー、やばい、夢か。いや、現実だ。絶対見つける。待ってて、さくらちゃん。あー、もうこれほぼデートでしょ。デートだよ。デートじゃないよ。うわー、たかし、なんでいるの？なんでって、まことが誘ったんじゃん。いきなり電話してきたと思ったら、さくらちゃんがってわけわかんないこと言い出して。ああ、そうだ。それでたかしに相談するために呼んだんだった。それで何があったの？さくらちゃんに花火大会で会うことができたらかき氷おごってとでも言われたの？なんでそこまでわかるんだよ。怖いな、エスパーか。なるほど、それで僕に花火大会一緒についてきてほしいって相談だね。察しよすぎるだろ。なんだこいつ。ありがとう。それで来週の花火大会の日空いてる？そういうと思って、夏休み入る前から花火大会の日は何も予定入れないようにしてたよ。なんだこいつ、神か。たかしの手の上で踊らされてるんじゃないかと疑い始めたよ。でもアトリシの花火大会は毎年すごい人の量だから、その中からさくらちゃんを見つけ出すのはかなり難しいよねって話だよね。頭の中でも読めるんか。なんかもう察しが良すぎて怖い。まあこうなると思って、あらかじめ未来ちゃんの LINE 聞いておいたから。さくらちゃん、どうせ未来ちゃんと一緒に行くんでしょ？そうだよ。なんかもう慣れてきちゃったよ。じゃ、また花火大会の日に会おう。じゃあね。あ、ちょ、待って。あのさ、花火大会でなんかいい雰囲気になる方法とかアドバイスお願いします。師匠。私をコンビニエンス連れてって、高級フレンチとかじゃなくてさ、そんなにカッコつけないで、あなたとならどこまでも。